群馬大学は、これまで、地域に根ざした、地域の、中核病院としての機能を果たしてきていました。で、特徴としては大きく、2点挙げられます。一つは、がん医療の拠点病院として、長く活躍をしてきたという歴史があります。で、特に2010年には、重粒線のがん治療装置が、国内の大学では初めて導入されまして、そのがん治療の、先端研究というものが進んでおります。で、もう一点は、情報を、集約するという意味で、情報の高度化、あとはその、医療における、医療安全とかコミュニケーションの、向上の手段として、医療情報の開発というものに力を入れています。以前は2015年の9月まで旧システムを使っていたんですけれども、その時に大きく出てきていたのは、システムのレスポンスの問題です。で、特に、無線の、ノートの、電子カルテ端末というのは、無線の設計も、さることながらそのレスポンスが非常に遅くて、現場の診療に対して非常にストレスがかかる状態になっていました。で、それ以外にも機械が持っているレスポンスですね、を、どのように改善するかというのが大きな課題でして、その点については今度の更新でかなり改善ができたと思っています。で、もう一つは、スタッフの、コミュニケーションと、あとは情報をいかに素早く得るかということに対しての、改善です。で、折しもその PHS が、選べる機種がだんだん市場で減ってきていまして、で、代わりにスマートフォンを選べる選択肢がだんだん増えてきています。で、こういった背景と、スタッフが情報をやり取りするときに、これまでの会話中心のコミュニケーションから、文字と会話を、組み合わせたような、医療の、コミュニケーション、ないしは情報伝達という手段を作ることによって、医療の安全の向上とか、あるいは医療の質の向上というものを目指したいという思いで、ネットワークと、あとはそういうスマートデバイスですね、を大幅に改善して導入したというような経緯がございます。スマートフォンをナースコールに接続するという利点はいくつかありまして、まず一つは、ナースコールから得られる情報が、これまでの、その押されたというだけの情報から、緊急度であるとか、あるいは要望といったような種類を、その場で表示することができるという点が、一つ大きな点です。で、もう一つは、一斉同報という、機能がありまして、これまでの回線ですね、PHS の回線だと、一個ずつの、PHS しか順に鳴らせないということで、電話が取れない人が続くと、ナースコールが押されてから応答するまでにかなり、長い時間がかかるんですけれども、スマートフォンで一斉同報するという形になってから、複数の、機種が一斉に鳴り出すということができるようになりましたので、これを使って、要は、ナースコールの取り漏れだとか、あるいは、応答までの時間が長引くというようなことが減っているというふうに、まず利点としてはあると思います。で、もう一つは、スマートフォンを使うようになりまして、電子カルテの情報、あとは看護の記録ですね、を、スマートフォンから直接入力できるようになったという点が大きいです。で、これまでは、その患者に対して、例えば薬剤の投与であるとか、あるいは、患者のバイタルのチェックといったものというのは、個々人で行うことはできなくて、電子カルテの端末であるとか、ないしは、PDA のような、携帯端末ですね、を使ってやるしかなかったんですけれども、個人がそれを持てるようになったということで、個人の記録が直接そこから残せるようになったりとか、それも一斉に行うことができる。で、情報を、必ずしもそのカルテを見なくても、スマートフォンを使って情報が得られるようになるということで、例えばその機器が開いてなくて情報が取れないであるとか、でその情報が、見られない機会というのを減らすというのに、スマートフォンを大きく役立っているというふうに思います。
FR シップを選んだ理由といいますのは、一つはデコードの音質ですね。非常に音質にこだわりがあるということで、PHS は特に、もともと音質のいい、通話デバイスでしたので、これになかなかその匹敵するような、無線を使ったあの通話というのはなかなか達成しづらいんですけれども、その点この FR シップのアキュートは、エンコードとデコードに力を入れていて、これまでの、PHS とさすがに同じというふうにはなかなかいかないんですけれども、通話の品質はかなり高い、ところがあるというふうに思います。でもう一つは、先ほども申しました、情報を、組み合わせて使うというときに、その後の、開発であるとか、あるいはそのチャットの機能みたいなのがどんどん入ってきていますけれども、そういったその文字のコミュニケーションが一緒にできるような機能が使われていまして、ナースコールの連動もそうなんですけれども、他のシステムと組み合わせて、コミュニケーションを取るという時に向いているデバイスじゃないかなというふうに感じています。Wi-Fi そのものは、非常に利用頻度が上がってきていまして、医療現場で使いたい Wi-Fi の他にも、患者様自身がお持ちになるスマートフォンで、キャリアが出しているような、Wi-Fi スポットを使いたいとか、メールをしたいとかっていうような用途で、どんどんその Wi-Fi の通信頻度というのは上がってきています。で、もう一つは、例えば 2.4GHz であると、チャンネルが3つしかないので、部屋の中でその3つのチャンネルをどのように色分けするかというのがかなり、難しい課題になってきていると思います。あともう一つはその先ほど最初に申しました、電子カルテの、無線の端末なんですけれども、これが、大きくやっぱりデータを取る原因になると考えていまして、それらを包括的に、ソリューションとして解決するというのが、群馬大で行った課題であります。で、対策としましては、例えば無線のパソコンの端末については、実データを飛ばさない、新クライアントという技術を使って、要は無線のトラフィックそのものを減らすというようなことが、できるようになっています。で、合わせまして、チャンネルの数が足りなくなるということを、抑止するために、シングルチャンネルと呼ばれている、技術を導入した、アクセスポイントを導入して、で、それによって、端末側からは、あたかも一つのアクセスポイントに常時接続をしているかのような、接続環境を作るということによって、通話の品質の確保と、あるいはトラフィック量の確保ですね、と、利用できるチャンネル数を、増やしていくということが、可能になったかというふうに考えております。パニック値といいますのは、ご存知の通り、その患者の生命に、重大な、影響があるという、検査値のことでありまして、これが発生しますと、いち早く、その処置を行う必要があります。で、これまでは、パニック値が出ますと、検査部が、その担当の医師であるとか、あるいはスタッフに電話をかけて、それを通知するということが多かったんですけれども、その場合でもその口頭での連絡になっていまして、何のデータをどこに見たらいいかというようなことは分かりにくい状況でした。で、今回その開発をしました、パニック値の通知システムというのは、検査の機械で、異常が出たというのが、発行されますと、それを自動的に、要は担当の医師、内緒スタッフに、電話をかけるという形で連携して、そのパニック値を知らせるということができるものです。で、そのパニック値の数値というのは、スマートフォンを持っていますので、PHS ではないところが利点でして、そのスマートフォンに直接そのパニック値の数値が見られるということで、どのような処置をしたらいいかとか、どのような状態であるかということを、受け取ったスタッフが、すぐに確認できるというところが大きな利点になっています。
一つはですね、要は作業している、まあ、その間に、必要な情報が、スマートフォンに逐次、飛んでくるような仕組みというのを作りたいなというふうに考えています。でパニック値の通知システムはまあ一例なんですけれども、他にもそのスタッフに一斉に周知が必要な情報というのはたくさんありまして、で特にその記録ですね、患者の診療録に記載するよりも早く、情報を共有しなければいけないような情報というのはたくさんあります。そういったその患者さんの、まあ、安全に関わる重要な情報について、スマートフォンを使って一斉にコミュニケーションが取れるようになるというような方法は、これまでの PHS にやはりできなかった方法でして、でそれをその音声ないしは音声とテキストを組み合わせて、伝達できるというところに、大きな将来性を感じています。でもう一つは、スマートフォンは入力のデバイスでもありますので、これまで電子カルテを使ってしか、まあ、例えば入力できなかった、記録であるとか記載ですねといったようなものを、よりそのスマートフォンから行うというのを充実させることによって、医療安全であるとかないしは医療の質の向上というものが、まあ、達成できればなというのが、まあ、今後の、期待であります。